廃墟大理石廃墟大理石内紙パエジナストーンは樹木や山岳などの風景や廃墟をイメージさせる模様を持つ大理石である。主にイタリアフィレンツェ近郊に算出したことから総称してフィレンツェ石とも呼ばれる。島状の模様とか張って崩れたような模様が組み合わさり、その断面があたかも塔や砦などの廃墟、あるいは切り立った崖や岩山、 荒野などの景色に見えることで知られている。バロック趣味が流行した16世紀から17世紀にかけて自然によって作り出された芸術品として売買の対象となり、王公貴族の部屋を飾った。額縁に入れて飾ったり、タンスなどの家具にはめ込んで装飾品として用いられたが、中には画家が人物や動植物を描き加え、模様を背景として生かしつつ、神話、 伝説や聖書の一場面を表現した絵画に仕立てられたものもあった。特に珍奇な模様を持つ石は、脅威の石、奇跡の石と呼ばれ、脅威の部屋などの収集室に収められた。廃墟大理石などの作詞美術品は、バロック的な際物として見過ごされていたが、美術史家ゆるギス・バルトルシャイティスが、著書、アペラシオンで、これら、絵のある石の包括的な論考を提示し美術界から、 注目を集めた。シュルレアリストのアンドレブルトーンは、石の模様の偶然性を利用した、絵のある石とシュルレアリスムの技法の一つフロッタージュとの共通点を指摘し、ロジェカイヨアは同じく偶然性に着目しつつ、キュビスムとパエジナストーンに現れた模様の類似性を指摘し、抽象美術としての美学的意義を考察している。同様の特徴を持つものに、 イギリス南西部に産出する風景大理石がある。ビュフォンの博物詩と合本になっている。鉱物の博物詩では両者が並べて記述されている。ありがとうございます。